メイドクラブアルヘジア。皆さんこんばんは、最初にこんばんは、最初に1曲歌わせていただきたいと思います。今日はですねマリナさんが2人います。私アルファベット小文字のマリナと言います。今日は MC をさせていただきます。では1曲聴いてください。月光という曲です。聴いてください。どこかで今も覚え
校でした。そう、これやんなきゃ。今週も始まりましたクラブパルヘジアです。この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔ハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーを用意してますので時間の許す限りゆっくりしていってください。それでは早速本日のゲストを紹介したいと思います。はい、ではまずギター弾き語りシンガーソングライターのみやこさんです。よろしくお願いします。どれそしてそしてそして続いてマリナって辻村まりなさんです。漢字じゃないわ全国の方のまりなです。はい、辻村さんもギター弾き語りシンガーソングライターで、辻村が漢字でマリナがカタカナ、はい、ってことでした。本名ですか。本名は漢字だったすいませんということですが、まずみやこちゃん、はい、お久しぶりです。どうですか自己紹介をじゃあ一応初めて見てる方がいらっしゃるので、はい、あれはカメラですか。カメラ、あれがカメラですか。カメラはどれですか。カメラはそれかな、こちらです。あれか、はじめまして、みやこです。はじめまして、あれはじめましてじゃないか。はじめまして、みやこです。よろしくお願いします。自己紹介、最近違う、ちょうど去年の4月からシンガーソングライターで活動を始めて、もうそろそろ1年ぐらいになります。最近の趣味は笛でギターより、え、笛を吹いています。メインになっちゃう。笛をメインに活動してないんですけど、そうだね、趣味メインにしていこうかなっていう気はちょっとあるので。あ、そうなんですね。そんなリコーダーですか、笛は。そうですね、そうだね、リコーダーだね。ここにちょっとちらっとありますけど、ある後でたっぷりじっくり、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして辻村まりなさんも自己紹介お願いします。はい、こんにちは、辻村まりなです。去年の4月から活動を始めました。あ、揺れると揺れてる自分が下に映る、やめよう。特に何なんだ、今ちょうどアルバムを作ってるところでして、今はそんな活動をしてます。ギターとハーモニカと2つの楽器をやってます。はいはいはい、すげえすげえ、はい、すげえ、はい真似した。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこの3人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと10秒か。はい、19 今日はですね、はい、これがっつり見てる、なんか声が聞こえる、怖い とか怖い、どうした、大丈夫ですか、皆さん元気ですか。今流れてる、これ出してんの、あ、これか、これ切れる、ん、え、これで放送事故ですか。放送事故にならないようにならないよ、ラジオじゃないから。あ、放送事故はないんです。ならないように放映事故。早速歌のコーナーになりますか。大丈夫ですか。早速ですね。最初みやこちゃん。あ、はい。大丈夫か。もう準備しておこうか。
じゃあ、みやこちゃん。みやこちゃん。みやこちゃん。誰みやこちゃん。みやこちゃん、じゃあ、準備をお願いします。ちっち面白いですね。みやこちゃんとか言っちゃった。今日はですね、何の日でしょう。さて、皆さん。何の日でしょう、まりなちゃん。ひな祭り。おっと、おっと、もしくは耳の日。耳の日ですね。そっちがメインかもしれない。はい。いや違います。ひな祭りの日で大丈夫です。今週のテーマがありまして、はい、ひな祭りといえばハテナです。女の子の健やかな成長を願う伝統行事としてひな人形を飾ったり、へし餅やひなあられなどをお供えしたりなどが一般的ですが、他にも地方によっていろいろな風習があるようですので、あなたの家や地元のひな祭りについていろいろ教えてくださいということです。いろいろ教えてください。ひな祭りなんでね、せっかくなので。ではみやこちゃん、演奏お願いします。いいやつですか。では今年に入ってから書いた曲をやります。ペース。
とうございます。みやこさん、ありがとうございます。抜いて大丈夫。はい、では続いて辻村まりなさん、お願いします。準備をお願いします。どうしたんですか。すごい、多分今日はなんかすごい無駄話が多い2人。今日はなんかいい感じですね、みんな。いい感じですね。癒し系じゃないですか。癒しに来ました。癒された、よかった。では今週の番組プレゼントの紹介をしたいと思います。はい、これかな、うん、ない出てませんが、出てないんかい。宴さん提供。あ、出てない。そうだ、出てないね。確かに出てない。インチキマンショーお笑い CD。 欲しい欲しい欲しい。そしてチャイナスクエアのランチライブトゥルーカラー出演していただいた松沢。あ、すいません、ちょっと大丈夫ですか。まずこちらがインチキマンショー CD です。そしてちょっと待ってください。業を見失ったね、今ね。これはこれもプレゼント。こちらこれもね、こちらクラブパルヘジアのステッカー。そしてこちらがじゃじゃん、映っちゃった。テレさん映った。そして松沢春菜さんのステッカーです。かわいい。ここでしか手に入らないかもしれない。適当じゃないですか。サイン入りはここですか。入りません。違います、松沢春菜さんですという別の方ですね。そして今日使用したスケッチブックもサインを入れて、入れます。そして番組終了後の集合写真、集合写真こちらにもサインを入れてプレゼントします。でプレゼント方法を言って、プレゼント方法なんですが、今日はですね、スタッフがいないので、はい、ハッシュタグはあるんですか。なし、なし。さっき説明したじゃん。あれじゃあこの名前を見てこの人がいいなっていう人、はい、じゃあ私が一番今日は気になった人、独断と偏見でなんか面白いコメントをしてくれた方にプレゼントをしたいと思います。ではこんな感じで、辻村まりなさんの演奏をお願いします。マリナさんがすごい月光ってやつやってて、みやこさんがなんかしっとりね、旅芸人なのにいい曲やってたから、私もあ、そっか、ムーンライトっていう曲をやりたいと思います。
がとうございました。あ、ムーンライト、かっこいいな。かっこいいですね。なんか前回会った時、勝手にイメージがなんかこう女性らしいイメージがあって、そう今日すごいなんかボーイッシュっていうんですか、かっこよかったです。ありがとうございます。そして次のコーナー行きたいと思いますが、みやこちゃんなんか作品ができてますけど。作品？これは誰ですか？マリナちゃんです。マリナちゃん。辻村マリナちゃん。すごい。分け目もちゃんと。そう。ただね、惜しいのがシャツがね、斜めのチェックじゃなかったっていう。それぐらい、あと全部。あと全部。あと全部。じゃん。これ可愛いんだよね。これ欲しい。すごい。書いてくれたの。これ今日髪がね、うん、この半分で色が違うんですよ。センターマンなんですよ。今日だけなんですよね。今日どうやって日替わりするんだよこれ。すごい。みやこちゃん。真ん中分けの。すごい。日替わりで色が。噂やめてもらっていいですか。色が変わるんですか。期待されちゃう、困る。すごい。センターピンクだった。では、はい、ですね。番組のコーナーに行きたいと思います。イエイ。とりあえずですね、はい、音楽を始めたきっかけをいつも聞いてるんですけど、うん、もう聞いたっけ2人とも。始めたきっかけなどありますか？じゃあなんか前回と違うかもしれない、うん、違う話が来た、ね、私初登場だけど。え、嘘。え、何が、え、これでしたね、うん、これ初めてでしょ。え、嘘。本当だよ。本当に嘘つかない。すごい似てる人がいたから。やっぱりここで色が違う。今度ブッキング。髪の毛の色だけ違う。あと全部一緒なの。きっかけ、みやこちゃん、はい、きっかけはそうですね、普通順風満帆に就職まで行ったんですけども、四大を卒業して順風満帆に、うん、普通のね、IT サービスの会社の事務をやって、 OL をやってたんですけど、3年ほどやってたんですけれども、実はさ、順風満帆とは言いつつも、うん、4大卒のくせに就職決まらないまま卒業したんですね。で、うん、そう、それで、まあ、何ヶ月かアルバイトをしながら頑張ってなんとか就職をしたんですけれども、なんかこう就職っていうのがピンときていなくって、そのまま卒業して就職と、まあ普通の通常のルートの流れで生きてきたんですけど、その中でちょっとずっと自分の中でモヤモヤというか、なんかこれじゃない気がするんだよなと思いながらやっていて、でもまあ3年ぐらいやってたんですけど、そこから出る勇気もなく、ずる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 雇われてきたんですけれども、そのまあずっと考えてはいたんですけれども、その自分の好きな人生を歩きたいなっていうのはずっと思ってて、ただその好きな人生というのがわからないままだったので、その OL の間3年間ずっと考えて、でそれで今まで一番楽しかったのって何だろうって考えた時に、まあ大学時代の軽音楽部で歌ってたっていうのが一番楽しかったことだなと思って、人生一回しかないんだから、まあこう結果うんぬんっていうよりも何かこう自分にかけてみたいなっていうところがあって、それもギターも全然やってなかったんですけれども、まあ弾き語りでやってみようかなと思って。その軽音の時には何やってたんですか？ほぼバンドだったんですけど、ほぼ立ち棒ですね。ボーカルマイク一本でボーカルだけやってましたね。たまにエレキでやってたんですけど、もうほぼパワーコードでジャンジャンっていうだけだったので、アコギは一切触ったことがなくて、本格的に触り始めたのが一昨年か、一昨年の12月、1年ちょっとぐらいですね。もう最近、ライブ自体まだ、ライブはまだ1年経ってないから、みやこちゃんとして4月からなので、4月から、うん、
みやこちゃんが初めてライブに出たのがチャイナスクエア。チャイナスクエアで、マネちゃん大ファンだ。そうだ。そうだ。だ。そうです。そうだそうだ。その前に初めてのライブマリナちゃん対バンで、なんかその前になんか12時間ぐらい一緒にいなかった。あれ違うかな、セリカナちゃんのセリカナのなんだライブを見に来てたんだっけ。セリカナのライブを見に行ってた、しょっちゅう、うんうんうん、そこで会ってて、今度ライブをなんかするんだよみたいなことをねちょろっとお客さんから聞いたような。あ、お客さんから。そうそうそう、はい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 、そっか。で、偶然次の月かなんかに一緒になってて、そうだそうだ、ライブデビューして、そうですね、あの日の、そっから縁があるんだ。そうなんです、もう初っ端からマリナちゃんは、はい、あの日だってね、打ち上げ含めたら、はい、それは結構陰謀的な感じで、ね、組まれた感じではなかったんですか。何の陰謀。嫌だったの。嫌だった。そして今日にいた。ブッキング。嫌だった。陰謀ってこと嫌だったのかな。ちょっと使い方が違いました。てるちゃんの野郎ぐらいの感じかな。そう、この間あれちょっと前も一緒になったような気が、あれ違うか、何2回くらいになってる気がする。なんかなってる気がする。なってるね。そう、ご縁がありますね、みやこちゃん。マリナズと今度飲みに行きましょう。いやでもさ、飲みに行きましょう。ゆっくりね。あの最初に去年の4月ぐらいに始めてる音楽と、うん、今ずいぶん変わってきてるじゃん。ずいぶん変わってきましたね。そうなんだ。始めたばっかりだから曲も、うん、なんか曲作りが何かも分かんないし、音楽ってなんだっけみたいな感じで始めたので、うんうん、やっと見えてきたのかなっていう感じです。まだまだ見えない部分はあるんですけど、一応自分の理想とする音楽みたいなものは徐々に見えてきた。なんか憧れの人とかいるんですか。憧れの人っていうのはあんまりっていうわけじゃない、この人っていうのはあんまりいないんですけど、好きなのが結構昔の人なんですけど、あのアロン・アゲイン、ギルバート・サリバンとか、あの辺がすごい好き。アイルランドですよね。そうそうそう、あの辺が好きだったりして、その頃のシンガーソングライター系を結構聴いてたりしますね、最近は。ジムクローチとか。ん？ジムクローチ？知らない。あ、わかんないです。男の人ですか？あ、そうなんだ。結構女の人ばっかりがさって聴いてたんで、ローラ・ニーロが一番好きです。洋楽。今全然聞いてなかったんですけど、本格的にこう音楽やりたいってなった時に、あ、洋楽聴こうって、もうルーツになってくるから絶対聴こうと思って、最近はもうほぼ昔の洋楽ばかりあさって勉強してますね。で、勉強するって実際に聞いて勉強するって。あ、そうそう。聞いたり、コードパクったりとか。パクってないんですよ。さっきからなんかちょっと。変な話、昔の名曲のこうコードをこうパクってきてみたいなのが。あ、でも昔の名曲のやつを前、あのイーグルスの一番最初にやってみたのが、イーグルスのデスペラードを。いただいてやったらデスペラードになっちゃったんですよ。で、あ、名曲はパクれないと思って。パクったわけじゃないじゃん、完全コピーみたいな。いや、メロディー出てこないなと思って、ダメだ、これはデスペラードでしかないんだと思って、そう、そこから名曲はパクるのはやめましたね。パクってたみたいな。キー変えたりとか、リズム変えたりとか結構みんなやるんですよ。あ、まあ、行動進行だ。多分好きなのから撮っちゃいけないですね。強すぎて印象が。そう、好きなのから撮ってそれになっちゃうよね。確かに、それはそう。それ以外も思い浮かばなくなっちゃうみたいな。そう。だからこう、離れられない。結構最近がっつり聞くっていうよりも流し聞きで何回も聞いてイメージだけっていうのが多いかもしれないです。じゃあ早速。私ですか。うん、違う。次、辻村舞菜ちゃん。何をするしても。始めたきっかけ。あとは寂しいくせに。きっかけは。とか、あといつから、ライブ活動。あ、ライブ活動は去年の4月からなんですけど。同じくらい。あ、同じ。全く一緒なんです。そうなんですけど、でも、そう。で、きっかけは、15歳ぐらいまでは、スポーツ少女だったんです
ですよ。で陸上やってて、まあ陸上選手になれると思ってたんです、バカだから。なろうと思ってて、でも全然挫折しちゃって、でもう中3のくせにもう生きる希望なしみたいな。もうそれ以外、そう、もう目に、頭にない。挫折しちゃったわけ。もう全然挫折して、で超打ちのめされまして、中3の時。そもそも出身ってどこの？埼玉なんですけど、でそうめちゃめちゃ落ち込んだんですけど、その時にテレビを見てて流れてきたミスチルの音楽に、なんていい曲なんだと思って。でルーツがミスチル。そう、ルーツは実はミスチル。なんか意外。そう、意外だよね、それ。で、あ、これはすごいと思って。そこから音楽をすごいちゃんと弾くように聞くようになって、で自分でやったら楽しく生きられるんじゃないかなと思って、で家にたまたまお母さんのギターがあったんですけど、もう剃ってたんですけど、それを引っ張ってきて、なんかペンチとかいろいろ使って直してそこからそう、でももうそれ全然使ってないですけど職人だ。すぐでも高校入ってすぐ8000円の赤いギターを買って、それで最初はもう作曲にしか興味がなくて、自分で曲をいっぱい作ってて、で大学入ってでバンドちょっとやって、でヒートウェーブっていうバンドがあって、その人のライブを見に行った時に、あ、今まで自分がやってたライブとか音楽って全然ライブじゃねえじゃんと思って、またそこでちょっと挫折っていうか、あ、ちゃんとやんなきゃダメだなと思って、で大学をちょっと休学をして引っ越しもしてで今音楽やってる状況です。引っ越したのは今いるとこ。あ、そうです、今海の近くに。そう、でそう音楽をちゃんとやらなきゃなと思ってやってます。っていうか、そう救われたからっていうか、楽しく、本当にやってる人楽しそうで、でやると自分もすごい楽しいから、うん、それだけです。きっかけと今やってることはそんな感じでも、なんだろう、好きなの、あれ、なんでこんなに一人でベラベラ喋ってる。いやいや、大丈夫ですか。大丈夫です。いいですか、喋ってください。どうしよう、どうしよう。なんか、もじもじやってる音楽っていうのは、それこそミスチルと全然違う。あ、全然違う。今はミスチルでいいんだっけ。ミスチルは一番最初、中学の時に聴いてて、で、今はもうそうです、70年代、70年代。フォークだったり、カントリー。でも学校入ってヒートウェーブ聞いて、その人がヒートウェーブって僕知らないんだけど、ああ、どういった感じの博多のバンドなんですけど、すごいあのなんかアイルランドの音楽とか、あともう何でもすごいちゃんと聞いて、ちゃんとなんか真摯に向き合ってる感じが。ちゃんとじゃあアイルランドの楽器使ったりしてた。ブズーキで一人でやってる時もあって、山口博さんって人なんですけど、その人はこれアイルランドってあの独特の楽器があるじゃないですか。そういう構成とか、自分がもう全く聞いたことない音楽から影響を受けてるんだなっていうのが分かって、でそこからその人が影響されてたのも全部聞くようになって、ですごい広がって、でもそれでなんかちょっとブルースも行って、カントリー行って、フォーク行って、今戻ってきてミシル、そうそうなんですけど、自分が好きなのをキャスをやってる時に、あの今こんなの CD コーナーの聴いてますとか、うん、でたまに紹介してたじゃない、うん、以前、うん、それなんかいくつか、あ、はいはいはい、ジャニスじゃない、ジャニス・ジョプリンとか、ジョニー・ミッチェル、ジョニー・ミッチェル、あとはボブ・ディラン、ニール・ヤングと、あとは、あ、でもその前はハードロックもすごい聴いてて、エアロスミスも大好きだしホワイト・スネークとかも好きだし、ルーリードとかも一時期すごい好きで、もうなんでもブルースとかもすごい好き、あの B.B. キングとか、B.B. キングは古い、B.B. キングから入って、そこからでも何でしたっけ、なんとかなんとかなんとかって人も聞くんですけど、もうちょっとヒントしかな、ジョン・メイヤーだ、あ、ジョン・メイヤー、 あの人、ジョン・メイヤーって最近の人だよね、最近の人です、うん、でも三大ギタリストだって、カバーがすごい好きっていう話っていう感じですね。
好きなんですよね。じゃあ曲は結構いっぱいある？曲はいっぱいある、あ、でも20ぐらい、うん、意外、そんなに、あの100ぐらい、あ、その途中で書いてやめたみたいな、よくあるね。そうだよ。でほら、あの今の演奏形態で結構特徴があるのは、あのウルスハープを使う曲が結構の頻度であるじゃないですか。ありますあります。あれは何、どういったきっかけで始めるっていうの？あれは、あ、ギターがもともとそんなうまくなくて、うん、で最初は一番最初の憧れは、あのアコギ一本でルーパーで回して、でこうソロとかも弾いて面白いのやっていこうかなと思ったんですけど、あ、これ向いてねえなってルーパーを買った後に気づいて買ったんだやってみたら、こんなこれ向いてねえわと思って、でじゃあ自分でできるのは難しいくてやめたんですけど。ルーパーは未だに持ってる？持ってるし、たまにやるんですけど。やるんだ。やるんだ。でもやってみたい。まだライブでやったことない。でも向いてないっていうのがよく分かったので、あ、技術的にもちょっと難しいよね。あの難しい、生でやるときって、あの、まあ、タイミングもそうだけども、結構ノイズが入るケースがあるじゃないですか、うん、っていう。だから、あ、でブルースアップやったら、あ、ええやん、おお、あ、しっかり来たしっかり来た、あ、ええやん。でも今日ハーモニカホルダーを玄関に忘れてきて今日封印するか今日はなし。じゃあ そのお楽しみは、じゃあちゃんとライブに来てもらって。はい、そうです、ライブで、はい、ハーモニカだけはあるんですけど。そう、あ、あれ言っといたら、あらかじめ、あの今月のバースデーも今日、あ、そうだ、お祝いするので、もし今月誕生日の方いらしましたら、ツイッターの方にあげてください。日付とお名前を書いていただけると嬉しいです。最後にハッピーバースデーの、ハッピーバースデーの歌を歌いたいと思います。なのでお待ちしております。オリジナルで、オリジナル、そうです、オリジナルバースデーソングをお届けします。すごい。では次のコーナーに行ってもよろしいですか？はい、じゃじゃん、マリナの持ち込み企画です、みんなの好き教えてくだチャイナスクエア、最近漢字が書けなくて、ここ間違えたんですけど、教えてって書くときにひらがなの O 書いて知るって書いて、あれなんか違うと思ってちょっとハートにしました。やばいですね。これはですね、このコーナーなんですが、まず皆さん、はい、スケッチブックありますでしょうか？はい、スケッチブックにイラストを書いていただくんですけど、はい、それがテーマがありまして、今日のテーマはですね、今日は3月3日ということなんですけども、はい、ひな祭りです。あ、もうやべ。なのでひな祭りといえば女の子、ね、はい、女の子ですよね、はい、ってことなので、女の子に生まれてきてよかったなって思う、なんか瞬間みたいなのを絵で描いてください。それをですね、3位から1位まで、瞬間とか、なんかまあ好きなものとかでもいいんですけど、女の子でよかったなみたいな、生まれてきて女の子でよかったなみたいな、こう私女の子ですよみたいな部分があったら、一応3位から1位まで描いていただきたいので。3位から1位まで絵で描くんですよね。絵で描いてください。頑張って。1枚ずつ描くんですか、これに？1枚、2枚、なるべくあの文字は書かないようにしてください。なるべくね、あの絵でお願いします。3位から1位まで、はい、って言って、私も書くの。書こう書こう。女の子でよかった瞬間だよね。自分の、なんでもないです。女の子らしい部分でもいいけど、なんか絵で描くの難しいんだね。
沈黙ですね、放送事故。ちょっとなんか喋ってすんごい考えてた今芸人だからさ、すんごい考えてたの今。意外と頭のね、神経使いますから。頭の神経っておかしいですよね、うん、3つ書いてる。どうしようかな、3つか。埼玉は人形の町。あ、そうそうそう、岩槻の町。私東大宮だからすごい近く。どこどこ。岩槻の街角ひな巡りや鴻巣のジャンボひな、ま、ひな壇飾り。そんなのあるんですね。私も埼玉。あ、意外と画面変わっちゃった。どうしようかな。女子に生まれて。女子です、女子なんです。あ、そうだ、あれだったな。そう、あれしか思い浮かばないです。3つ書くんだよね。3つもないかも。確かに3つね。3つもないかも。あるある、すごいいっぱいある。あるよ、ね、皆さん女の子ですよ。女子、女子を動かしようじゃん。女子なんか最近でもそんなに女子とかダンスとかあんま関係なくなってる気がする、うん、女子だからとか年だからって。何、男性に近寄ってるってこと。あ、そういうこと。大丈夫、近寄るの早くない。大丈夫まだまだだよ女子だから。放送事故になる。放送事故やばいやばい。誰だ、連れてかれるの。だんだん絵が上手くなってる。だんだん絵が上手くなってるからつまんなくなってくる。練習してくればよかったよ。これ当てるんだ。あ、そうです、当ててもらいたいんですけど、なかなか。コメント欄に書いてもらえばいいですか、リツイッターに、うん、そうですね。出てる方は当ててもらう感じで。ピンクのサウスポーなんです、私。絵が。絵が、いや、本当だ、ピンク。それだ。踊らなきゃ。怖い。ま、なんで私が踊ったら怖いっていうの。いや、私の絵がね。あ、絵の話ね。怖い。独り言でした。やばい、怖い。やばい、やばい、どうする、分かんない。どうしよう、どうしよう。今これ必殺笑ってごまかすだけ。必殺ちょっと怖い。みんな結構似てきそうな予感がありますけど、あと何しようかな。辻村さんとこの森田さん、あんまない。イレギュラーだから。はい女の子、女の子、私も考えてない。女の子って、いや、めっちゃ楽しい。どうしようか。ちょっと楽しい。なんだこれ、楽しいんですけど。何が楽しい。絵を描くのが楽しい。絵好きなんですけど怖い。今から可愛くしたいんだよ。怖い。あ、なんとかならないか。
ばやばい、怖い、怖い、怖い。これなんだ、私絵得意、なんか私美術とか5だったんだけど。わ、すごいっす。嘘、美術取ってなかった。嘘ついた。なんで嘘つくんですか。騙された。天才だと思いたかった、自分のこと。てか、アフリカ像とかまだ書いてないよね。アフリカ像アフリカ像まだ書いてないっていうかさ、そうだ、なんで象好きなの、そういう象、ほんとしょうもない理由なんですけど、でもすごくメルヘンで、私象が大好きなんですけど、ある日ですね、大学のすごく晴れた、あれは夏が近い春かな、初夏とかそのぐらいだったと思うんですけど、夢を見たんです。こう、私は普通に立ってるんですけど、その立ってる足の周りを何かこう、すごいこのぐらいですね、映ってる今、このぐらいの、うん、このぐらいの小さいものが、嘘嘘言い過ぎたわ、子犬ぐらいの、このぐらいの小さいものが私の足にこびりつきながら、こびりまとわりつきながらキューって言ってたんですけど、それが象だったんですよ。で、そんな小さい時の象、そんな小さい時の象、多分ね、生まれた瞬間結構あるから相当で人間よりでかいね、それ、だから こんな小象がいて私の夢に出てきて、だからそれで目を覚まして、今のなんだと思ってもう一回目を閉じたら、もう一回出てきて、あ、もうこれは私運命だと思って、そこからずっと象が好きで、タイに行って、あ、この間タイに行ったんですけど、タイに行って家帰って開けたら、物がカバン以外全部象ついてましたね、気づいたら別に意図してない、象のポーチと象の石鹸と象の財布と象のキーケースと象の、なんかいらなかったんですけど、印鑑ケース、象のばっかりだった。それがきっかけですね。きっかけ、きっかけきっかけで、ちょっと画力上げるのやめてもらっていい？ちょっと楽しくて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 画力上げるのやめてもらっていい？ちょっと象って確か縁起がいいんだよね。縁起がいい、あれなんだよ、ガネーシャ的な話ですか？あと何があるの？象、あ、違う、独り言か、喋ろうよ、一緒に喋る。おい、何かあったかな。え、何それまでじゃタイとか行ったことなかった？私この間行ったタイが初海外なんですよ。え、海外が、タイでライブしてた、タイでラップ、あ、ライブライブライブしてた、ライブしてた、タイでしてないじゃん、会ってねえ、会ってないじゃん、会ってないんだよ、タイで会ってない、え、タイで会ってないの、え、あ、二人でタイに行ってたんだ、で、私が着いた日に、うん、韓国にこう乗り継ぎで戻っちゃってたから、本当はでもバンコクで会おうって言ってたんですけど、そうそう、バンコクちょっと来ないからめんどくせえっつって、めんどくせえ、バンコク行かねえとか言い始めて、40キロ歩くくせに飛行機1時間の飛行機は面倒らしい1時間の飛行機は面倒らしいから、そうね、それ違ったね、そう、え、3つ書きました、3つ書きましたよ、え、本当に、え、どうしよう、え、何、バンコクが近いとか、あ、全然、全然です、私かけたよ、え、本当ですか話がバンコクで、いや、チェンマイからもバスで1時間半ぐらいですかね、すごい村です、もうチェンダオっていう村でキャンプしてたんです、え、バンコク経由で、そうですね、私はバンコク経由でチェンマイに行って、チェンマイからまあ、タイに住んでる方に送ってもらったんですけど、帰りはバスで、そうです、帰りバス、え、ちゃんとタイのことを勉強していった、全然、私その前の日、タイ行く前の日とその前の日に2日連続でライブだったんですよ、うん、知ってる、ライブライブタイだったんで、何も準備せずに行ってもうダメだと思います、でも本当に現地だって英語通じないんじゃない、通じないんです、タイ語しか通じない、もう現地のことで、ラオス語、ラオス語は通じました、あ、本当、そう、なんかもうラオスだったら通じる、ギリタイ語、そう、空港でも、でも私英語も喋れないので、あれ、辻村まりなちゃんってあれ、あれ今専攻
ロース語ですだよね卑怯だよこれ卑怯だよな卑怯だよせやねんせやねんベトナム行ったことあるんですけどおー面白いベトナム来たよベトナムマジですかあれ日本語結構通じた気がする。あ本当？観光地？観光地だったのかな。なんか観光さんはでも通じる。観光で。観光。観光です。タイからのタイからの観光さんは通じる通じるらしいね。おお何さんが今日ライブからライブでベトナム行ってる今日。ライブで。すごいですね。いいな、ベトナムに行ってみたい。ベトナム、すごかったな。いろんな意味で衝撃を受けた。信号ないですよね。渡れないですよね。あの道路を渡ろうとすると。車の信号しかないですよ。あ、確かにそうだ。なんか人がこう、渡りたい人が集まってきたらみんなで一斉に。無理やり渡るみたいなのがすごいびっくりした。ね。歩いてる地元の人についてくしかない。普通に高速で走ってる。3分ぐらいで気づいて車を待たせたけど。これいいやつだ。よっしゃ。じゃあできた人。はい、持っててすいません。はい。クイズ形式でいきたいと思います。おぬし。テーマが。やばい。女の子で良かったなと思うとき。よし。じゃあ、じゃあ私からじゃあ順番にいいですか。うん、3からいくわけです。はい。見えますか。最近画力アップしてるから結構分かっちゃうと思う。やばいよ。絵どころないぐらいって言われるよ。タイ語で投稿していただいてます。タイの人がいる。本当だ。翻訳ソフト使って読んで読めるけどちょっと小さいなこれ読めるんかいピッチして大きくするんですこれはあすごいタイの方からフェイスブックで申請が来る来たいかもこれタイ語なんだタイの方ムツゴロウさんだから日本の方じゃないフェイスブックでねそう分かる人いますか今日は反応がないですねみんな。嘘難しいこれわかる人。三人いるんだよこれ。三人いて。三人は関係ない。関係ないんですか。千円。あ今1000円じゃないか。ちょっと値上がりした。三人いる。ああ、3人いる、本当だ3人私も答えていいやつ答えてください、ねうん、これ、みやこちゃん私なんだ私、浮かれてんね、私ちょっと眠そうかわいい、ね、でもこっちの人あ寝てるわこれ、マリナちゃんあ、私マリナクソしますこれが、あの画面がここにあるんですよテレビ映画だ。映画、イエス。イエス、そうです。ああ、確かに。リリースデイ。あ、そういうことか。それもあったから。確かにそうね。ね、リリースデイよくあるじゃないですか。メンズデイってあんまないんですよね。ないね。なんで、あれなんでだろうと思うんだけど。よかったなって思う瞬間でした。確かに。確かに。気づかなかった。みやこちゃん。はい。正解でした。シニアパス。深夜もか一人で1位まで発表する3つしかないよするうん、じゃあ一気にいっちゃったはい、2位じゃん筋風呂それもさ、もしかして微妙かもしれない今逆にわかんない今の時代え自分にやるメイクカラコンと当たり口紅メイクでも男の人でも全然最近確かにあそういうことなんかライブでみんないろんなもの落とすねファンデーションとか塗ってますよね楽屋で、うん、びっくりしたこの間対バンして私の先輩もファンデーションあの男性の人たちがファンデーション
やって、いや女装じゃないんですよ、普通に多分肌が綺麗に見えるためなのか、メンツでもあの楽屋であの化粧しててびっくりしました。そんな時代になりました。1位、1位とかなんだ、1位、あまた3人これ言いますから、美味しそう、やっぱり3人美味しそうだけど女子会、これはね、ちゃんとここにいる3人なの、そうなんです、そうです、今日は嬉しい、これだけちょっと誰か分かんない、これだけ、これだけなんかちょっと書いてくれよかった、あと2人すごい、正解です、正解です、誰が正解、女子会、女子会、みやこちゃんが全部正解でした、びっくりしちゃったよ、やった、全部正解じゃったよちょっとなんてメンズデーも最近ありますけど、あるんだ、へぇ、へぇ、 USG、 あ、知らなかった、ユースとなんか動きはある、あ、でもこの間クレープが、クレープ屋さんが男の子だけ今日290円ですみたいな書いてあった時、ダメじゃん、店員さんが女の子だったのかな、いや多分男の人が買わないからっていうことかなクレープを、女子がほっといてもそうか、安い、そういう、そう安いと思ったらね、食べられたんですよじゃあみやこちゃんお願いします、はい、じゃん、1、あ、1から、あ、そう、先の3からいくの、これ1からいこう、あ、違う、どこ、ここか、柄つけなきゃ、その柄は関係あるんですか、柄関係ない、ワンピース正解、あ、ワンピース、ワンピースってあのスカートとか履いてる人いるけど、ワンピース履いてる、それさ、あの今流行ってるあれじゃなくて、なんで青に見えますか、金、違う違う、ドレス絶対白と金だと思う、白と金しか、え、白と金じゃないの、見た、白と金か、見えない、いや、あれ見てない、青と黒、いや、あれさ、違う、あの世界的なそういう、なんていうの、販売サイトにお客さんを連れ込むための宣伝だったって話、あ、そうなんだ行かなかったけどね、そこまでびっくりしたで終わったよ、うん、相当売れたらしい、へぇ、それはこれはじゃあ何色に、ちょっと待って、青と黒かな、そう、ワンピース、目悪いからそれ、紫、紫、世界、黄色、さつまいもっぽい、さつまいもって言ってる子もいる、さつまいも、色が、そう、皮と中身、中身、あの、そういうあれじゃない、なんとかチップじゃないの、チップ、あの、食べる、スナック系の、お札スナック、ック、ワンピースだって何回言ったら分かるの、みんなして、これ何ですか、絨毯というか、絨毯、絨毯じゃないですか、絨毯の柄、ああ、タイル、こういう、うタイル、タイル、あ、タイル、タイはちょっと、ごめんね、柄描いて柄描いて、そう、ワンピースってあ、ワンピースか、女の子しか着ないなと思って、ワンピースすごい好きだから、これかなって思った、たまにワンピース着てる男子いません、ね、なんか原宿とかでいません、なんかいる、もたっとしてるやつみたいな、ワンピーススカートはいるなと思ったけど、ワンピースじゃないのか、なんか長い T シャツなのかな、あれはなんかチュニックみたいな、夏とかに長い丈が長い T シャツ、男の子ありやす、ありやす、スパッ、わかんない、あんま見ねえな、その柄はみやこちゃんの柄気になっちゃうじゃん、気になっちゃうじゃない、今日は水玉とかじゃないですか、違う、悪かったよ、もう描かないよ、2位これなんかほっぺた落ちてる、違う、落ちてない卵の殻が、さっきのビフォーアフターの、あ、そうそう、下はエンジンですか、エンジン、なんで、なんでビフォーなの、エンジンで、エンジンエンジンロケット、ああ、やば、そういうのあるね、すごい、ないでしょうが、ないでしょう、これみやこちゃん、ヘルメットか、違う、ヘルメットからエンジンが出て、あ、そこから飛ぶんだ、そう。怖い、やばい、それやんなきゃいけなくなってきちゃう、できないよ、ういう、まだできない、そういうネタ仕込んでないよ、だからちょっとここ燃えてんの、あ、なるほどね、ちょっと熱くなっちゃったね、なんだよ、すごいね、画力が、何出したってバカにされるじゃないの
だってみやこちゃんじゃないじゃん、頭がもうそうだよ、ヘルメットなのさ、それこれヘルメットかぶってるみやこちゃん、これが誰かじゃなくて何何かっていう質問でしょ1年後のみやこちゃん何っすか、髪の毛がちょっと伸びてるから面白い面白い、そっかそっか、ちょっと伸びてる、正解はツインテールでした、ツインテール、ツインテール当てる気ないもの、皆さんだって みんなできねえじゃん、ツインテール、あ、できるできる、私もできますよ、できるか、できるできる、ツインテールするときある、余裕でできるか、え、こっちなんですか、え、下もツインテール、これちょっとなんかおさげだね、あ、おさげか、あ、そうなんだ、こっちの、あ、おさげだよね、耳より上とか、あ、間違った、だから炎って言われたの、そっか生えたよ、なんかすごいチコリータみたいな、あ、こういう子いるよね、たまにこれ下と上にやってる子いない、たまに決まり、フォーテールこれツインテール、女子のこっかなんか煙が、ね、煙が出てるシュー女子のいいとこ、じゃあ燃える燃えることができ る女子のいいとこはね、2番 OK、 じゃあ3番いきましょう、次いきますよ、これは、はい、これは深いよ。これは深いよ。これ何？キャンディー。あ、え、これ何？足かくの忘れたんだろう。マイク？違う。違う、全部同じものたちだよ。人じゃない。人だよ。人？人じゃない。人でしょうがもう。人？え、それがマイク？え、マイクじゃない。え、なんか生えたよ。もう。毛が。毛、あ、そう、毛が生えてる、生えてない人と生えてる人がいる、これは深いよ、他ポイント、女の子、仲間、女子に限って、友達、男子は友達いないって、友達見つけたえ、深いの、深いよ、お、あ、さっき1年前のみやこちゃん1年前どんだけ、私1年前ただのババでしょ、1年前3年前3年前がやばいです、3年前3年前もう完全に誰も当てる気ないよ、これそうだね、これは同一人物、全部同一人物、さっきの人も、そうそうそう、さっきの人は違う、わかった、はい、すごい、子供、そう、え、正解、お産の喜びだよ、これが違う、お産のシーンを描いたらえぐいでしょ、育ったってことか、確かにえぐいと思って気を使ったらこうだよこうだ、どういうこと聞いてなかったでしょ、聞いてない、子供でしょ、3人子供が欲しいってことですか、違う、聞いてない人ここにめっちゃテーマ何してるの、テーマ分かんない、成長してるんですよ、成長してるんですよ、成長してるのか、そうそうそう、3の喜びや、成長してる、あ、そっか、え、何、一回毛が生えるけど抜けちゃう確かに、どういうこと、確かに抜け割りの時期ないでしょ、もう分かったよ、じゃあこうするよ、あ、生えた、なんか怖いね。ああああ。次。なんかやればいいよ。なんだよ。だよ、あ、そういうこと。いや、しかし私絵心しかないな。すごいね、これなんか、なんだろうね、これロケ、なんだろう。魚？ごめんなさいとしか言えないな。違うよ、これは親譲りだからな。じゃあ辻村麻里奈ちゃんお願いします。その画力ね。はい。ほい。怖い、目が死んでる、何、え、意味、どうしたの、どうしたい、どうしたい、え、女の子でよかった、これは女の子じゃない、女の子でよかった、この人は男の人でしょ、この人は、この人が阿部ちゃんくれるの、目が火が、火がない、みんな火出ちゃう、なんか右目が白いよね、タイのゲストハウスで、うん、自分で言っちゃう、おじちゃんが飴をくれた、女子限定だよって言って、あるね、女子限定のくれるやつ、そう、あ、アメちゃん好きなの、好き、それが3位、3位、自伝、2位です、はい、え、なんか右の人すごい、いろんなヘアスタイル、そう、いろいろできる、でも男の人も最近してるか、いろいろできない、ああいう時、あ、あ、あの悲痛な叫びが聞こえた、お団子とかする、するの、お団子とかするの、お団子とかするの、しないな、あ、しない、めんどくさい
なんか宮子ちゃんっぽくない真ん中の。そうなんか髪の毛が。真ん中は宮子さんです。嘘つけよ。ちょっと1年後の。1年後右が一番こっちが。私の未来見てんなみんな。あ、そっかそういうことか。え、そう。左が宮子さんで。ああ真ん中は。そうでしょ。全部嘘じゃないの。そうですね。そうですね。適当。テンパートの世界。ないや。大丈夫ですか。最後これは画期的ですよ。私それ知ってんの。いや分かった分かった。でも温泉女子だからでしょ。良かったことでしょ。温泉じゃないんですね。ドラム缶。うん、そう。え女子。ドラム缶風呂。そう。女性ですね。そう。すぐ当てられちゃう。分かったけど意味が分からない。そうあの。これ美和子さん知ってますよね、うん、知ってる。タイのタイ、ね、土管風呂温泉がこういうところにあったんですよ。でここで激込みなんですよ。今一人しかいないですけど。これ男の子じゃないの。これおじさんなんですけど。さっきの人と同じ人。さっきの人と同じ人。さっきの人行動範囲広いな。狭いでしょ。あ、この人ね。どこでもいるんです。そうただのガイドさんだった。えで4つぐらいしかないんですけど、もういっぱいになっちゃって。え、温泉っていうのはちゃんと湧いてるわけ。あ、そう湧いてて天然なんですけど。天然で、あの土管に入ってる。あの海外だとあの日本みたいに熱くない温泉がほとんどで、うん、あんまり熱くなかったよ、ね。ここでもそう一番上の土管が激熱で、次の土管がちょっとぬるいレベル。あ、なんかね、何個かこう下に向かっていくつか並んでて、下に行くにつれてぬるくなって、うんうん、土管がそう繋がってるんですよ、パイプで。でここで、あ、もう今日無理かなって思った日があったんですけど、村のおじさんがなんかレディファーストみたいなこと言って、そう譲ってくれるっていう。その時ちょうどおじさんの人ばっかりで裸になってて。服でこのおじさんが水着で入ったんですけど、プールみたいな感覚なんで、使って体は別のとこで洗うみたいな。そうへっていう。ちなみに有料なんですか。ここは無料でした。無料。毎日入ったよね。そう毎日入りました。一緒にいないけど、この人がなんだっけな、そうオケを貸してくれた。そう肩にかけてくる。体自体は暖かい。あ、ちゃんとかけてくる。寒いとか高いとか。常夏だよね。常夏です。30度。それで温泉入る。あ、でも夜、うん、村、ね、夜寒いですね。夜超寒くて、そんなに。だから温泉で温まってから寝る。なるほど。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。皆さんすごい画力が。散々バカにしてたから、ね、ではあれだ、ね、もう二度と見たくない、そろそろ時間があれですので、あらら、次ですね。、はい、ライブに行きたいと思います。じゃあ辻村まりなちゃんからお願いしてもいいでしょうか。はい、お願いします。いらっしゃい。すごいね。てかさ、タイに行った話ちょっとがっつり聞きたいの。あ、がっつり聞きたい。タイだけに。タイだけに。歌った後。おい。水は飲んじゃいけないとかある。タイの？あ、水ずっと買ってたの、うん、飲んじゃいけないのかもしれない。ちょっと怖いからね。食べ物は美味しい。何を？何ってか、ガパオとか。うん。ガパオ。なんか日本のやつと違ったりするの。なんか現地のやつは辛いとか。あ、食べれないとか。食べれない。辛すぎて食べれない。いや、そんなことなかった。全部美味しかった。あ、そうなんだ。刺して。なんだろうね。香辛料は強めかな。パクチー。タイっていうのは、甘辛、酸っぱ、うん、あれ？甘い、辛い、酸っぱい。甘い、辛い、酸っぱい、しょっぱい。え、あ、うん。必ず4つ入ってる。濃そうだね。あ、そうか。でも味濃かったね、全部ね。そうですね、割と。タイでライブしてきた。タイでライブ。どういうところでライブをしてる。なんか村のキャンプ場みたいなところにステージを作って。野外で、じゃあ。あ、そう、野外で。今寒気で雨が降らないから。1週間ぐらいずっと行動力すごいね。でもなんか勢いで行ったから現地に着けるか分かんなかった。来て
名のマリナちゃんのつながりで、そうそう、最初になんかマリナちゃんが出るって言ってて、私海外今年行きたいなと思ってたから、あ、じゃあ見に行こうかなって言ったら、歌いませんかって言ってくれて、頼んでみたらいつ来るって言われた。そんな感じだった。現地の人と会話とかしたの？現地の人、村の人、村の人、でもご飯喋れないからご飯食べる、あれください、これくださいくらいですぐらいかな。日本人とかいない？日本人主催のお祭り、あ、じゃあ日本人参加したから結構いた。Sorry.
溢れてこぼれていた流れ星は誰かの道しるべに足踏みしていても足輪の数は増えるし靴底は減ってゆくやがて日も暮れる歌という歌でした。続いてもう一曲ですよね、タイに行ってきたって話をさっき少ししたんですがタイから帰ってきて書いた曲をやりたいと思います。新しい村という曲なんですがお祭りを作るスタッフと出演者をやってまして20日間ほどタイにいまして本当にいろんな素敵な人たちと言葉とか通じなくてもあこれだけコミュニケーションが音楽となんか笑顔とかいろんなもので取れるんだなと人それぞれのが持ってる光をなんかもう一回信じようと思って、帰ってきてこれからいろんなことが皆さんもあると思うんですけど自分もあると思うんですけどまだまだ何かできるまだまだ全然やってやろうじゃねえかという歌です新しい村という曲をやります。小さな星大きな爆発の後の話さ広い荒野に草木はなく残された者たちの足音だけ最初の晩にも月は昇り誰も彼もをあまねく照らす次の朝には濡れた頬を黄色い朝日が作る
娘に料理をしてもらう。タイに行ってきたんだなってすごい感じが。あなた素敵だね。お疲れ様です。疲れた。次はでは宮子ちゃんお願いします。宮子ライブお願いします。そうなんですよ。何がすると
喋りたくて喋りたくてしょうがないですね。この曲はね、あれですね、出会ったばかりの2人の曲ですね。聴いてください、ある愛のこと。四角いだけの部屋からタバコの煙を逃がしながら昼間の笑顔が糊を叩く、思わず薬とため息、ある愛のことという曲でした。ありがとうございます。最近ね、 A メジャーセブンスから始まる曲ばっかり書いてるんですけど、メジャーセブンス系女子になりたいなと思って、よくよく作っても、だいたいメジャーセブンスにするとふわっと聞こえるので、シンガーソングライターの皆さんは使ってみるといいかもしれないです。次はメジャーセブンスのオンコードから始まります。
ずっとやってる曲なんですけど、ちょっとね喋りたくなっちゃったので、ちょっといつもよりも短めのバージョンでお送りします。この曲は割と初期に作った曲です。引力刺します。はい。
準備してからちょっと気合が空回っちゃった、ね、空回っちゃった。はい、では、うん、先にバースデーのコーナーを。何の話してる？ワンピースのボタンがすぐ取れる話をしてる。ああ。多分映像的には全然わかんないから大丈夫。あ、確かにそうか。つけてる方が怪しかった。いや、3月19日お誕生日ののぶたんさんというお客さんいましたので、おめでとう、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーの歌を歌いたいと思います、うん、オリジナル曲、今日は一緒に入ってもらう。そっちで大丈夫、こっちに。それあれじゃないの、スネークカモンじゃないの。スネークや。ここに来なくていいですか？え、みんなそこで、じゃあそこで、そこでも音拾います。そこで音拾います。でも意外とあの笛とハーモニカと、これ何だろう、これリコーダー河川敷で吹いたらめちゃめちゃ鳴らす、響くよね、それめちゃ。ではハッピーバースデーの方、いや、行きまーす。ですが、おめでとうございました。おめでとうございます。では、今日はなんかすごいね、ゲストの2人がタイに行ってきた後なのでね、すごいなんか熱気を感じました、すごい。いいな、私も前ベトナムに行ったんですけど、タイとベトナムは近いのかな、近い。じゃあ今度いつかタイに私も行って象の上に乗りたいなと思います。そして象の上に乗りながら歌うとかできないですかね。象がちょっと怒っちゃうかな、うるさいよって。大丈夫かな、優しい、急に暴れたりとかしないの象は。あ、しない、わかんない、バナナあげればよし。じゃあ今度行こう、いつか。リンゴ、あ、リンゴなんだ、バナナは猿。では最後になります、最後の曲、風を消えないでという曲を最後に歌いたいと思います。
ちょっとしっとりした曲です。まあタイもそうなんですけど、生き物大切なね、命だったり生き物だったり、この世界にはね、いろいろそんな素敵なかけがえのない命がいっぱいあると思うんですけど、すべて、まあ、目に見えないもので私たちもつながっているんじゃないかなって思います。風を消えないでっていう曲は、そんな目に見えないけど大切な私たちのつながりだったり、気持ちを書いた曲です。聴いてください、風を消えないで。したあの日々は壊れゆく季節に形を変え、今もまたこの胸に鮮やかに言えなかった言葉集めてはあの空にさよならせがむの。風を消えないで、もう一人泣かないで、どうか消えThank you.
ありがとうございました。こそこそ喋らない靴を褒めてました。おお、靴めちゃめちゃ可愛いんです。で、うん、セクシーショットだ、ね、セクシーショットですね。靴だけ写すよ。写りました。おお、セクシーショット、セクシーショット披露。あれ、あれ何部だったんだっけ。陸上部です。陸上部だよ。その前はサッカーやって。サッカー、え結構男の子なでしこっぽいじゃないですけど。そう、そうです。少年だったんだね、小さい頃は。らしい感じの少年です。青春を、青春をね、過ごしていたんですね。青春を過ごしていた。あ、では番組がそろそろ終盤ですね。終盤にかかってきております。コビン、今週のね、なんかでもタイの話ちょっともうちょっと聞きたいですね。タイの話、そう、せっかくだから。タイの話をしながら、なんかさ、噂によるとさ、あのなんだっけ、タイに婚活に来たって話も。誰がした？タイ人と？誰がした？誰が？あ、婚活？婚活に行ったって話。私じゃないな。私か？あ、あのそう、ライブがあって、そう、あの私、あの話だね、そう、バーッと話しますね、じゃあ。バーッと。あのスタッフがあってて、お祭りが2月の6日から15日だったんですよ。うん、で私は1月30日から会場にいて、そこからこうバーッと、まあ、いわゆる肉体労働をしつつで、そうで、こうみんなと仲良くなってですね。でキッチンのステージとメインのステージがあって、お昼がキッチンで夜がメインの、キッチンのステージ、キッチンのステージ、なんか食堂のところにライブハウスみたいなのがあって、でメインがこう野外の中にボンとあって、で一人だからキッチンですみたいな感じだったんですけど、で初日の日に夕方気持ちいいなと思って、さっき書いた温泉地行ってで、もう今日はもう何も仕事しなくていいと思って、この後はもう楽しむだけだと思ってたら、お風呂上がってこう、こう濡れた犬状態の時に なぜ人間じゃないんだ、犬みたいな状態の時になんかこうバイクでスタッフの人が来て、ごめん今日7時から出れるってこう言われて、そのノリでと思ってえどこすかって言った、なんかメインの方でさって言われて、タイのバンドがちょっと来れなくなったって言われて、そういうあれだったのか、それでうわーと思って、すごい大きいステージ、大きいステージ、服もないし心準備もないし、でも全裸だよね、全裸ですよ、身も心も全裸だよね、身も心も全裸の状態だったから、ないよ、やべえと思って、もうなんか頭とかボソボソ、なんか乾くものもないじゃないですか。そうなんだ。乾かすのもないから、タオルだし。そう。濡らして、とりあえずこっちに結構寄せれば意外といいかなみたいな感じの。その時時間はもう閉まってたの。もうね、今5時半ぐらいで。じゃあね、あと1時間。そう、あと1時間。じゃあ6時半ぐらいに裏に来てねって言われて、うん、と思って、もうこれしかないかなみたいな感じでやって、で行って、とりあえずなんかみんなのバンドが終わって、好きですって言われて歌って、いろいろ歌って終わり際に、はい、マリナさんでした、はい、彼氏いますかみたいな、いないっすって言って、タイ語でちょっと教えてもらってたんですよ、恋人がいないっていうのを。それマイミーフェーンって言うんですけどマイミーフェーンって言って帰ってきましたこれが婚活の話です。彼氏が欲しいですみたいな、そう、ちょっと意味も含んでるんです。多分そうですね、いない、恋人がいないっていう伝えて、はい、じゃあ興味ある人声かけてってくださいねみたいな。立候補者いた、立候補者いた、って、ね、言ってくれる人がいた、よかったよかったね、しんとしたそれこそよかった、タイ行ってよかった、ね、よかった、婚活疑惑、婚活疑惑の話でした、解消した、今解消した、みやこさんと会えなかったですね。会えなかったんだよね。本当入れちゃう。だから私の思い出は彼女の思い出じゃないそうか、それぞれなんだよね。思い出が別物。だから見たバンドも一つも被ってないでしょ。そうそうそう、だからあれかっこよかったっすよねって言われても、見てないもんだってそれみたいな。こっちだってかっこよかったんだからみたいな喧嘩になってくる。そうそうそう、日本人のバンドとあとタイのバンドだっけ今回。
だけかな、ね、あとフランスの人もいた。フランス、あでもなんかタイのバンドでも多分なんかブリティッシュ系の感じのは私見たかな。あ、私はオールマンブラザーズみたいな。オールマンブラザーズみたいな。アメリカですね。で、みやこちゃんはそのキッチンの方で歌った。あ、私キッチンの方で歌ったんですけど、風呂上がりの違う。でも私も風呂上がりだったらなんか、あ、そっか、私一体まず行く時にいついつですよっていうのは知らなかったんですよ、タイムスケジュールって当日決まるから。そうなんで、それで、あ、今日出ますねってあのスタッフの方に連絡したら、え、明日だけどみたいな言われてたけど、 Wi-Fi も繋がらないから、それすら読んでないっていうので、会場に着いたら私の名前が書いてあって、うん、時間終わってて、終わってないってで私の字誰出たのみたいな感じになって、結局それその日天気予報にちょっとじゃあ変えてるみたいな。そうそう、そういうところ で、ね、もうこんなもう現地こんなんで入ってって、あ、ごめんなさいごめんなさいみたいな感じで入って、本当すいませんって言ったら、いいよ、俺優しいから明日出してあげるとか言われて、いやいや言っといてよみたいな。出なかったら、ね、私で次の時にこういう人がまた歌った。突然こうやって言われてもいいよね。いたかもしれない。そうそう。でもなんかそう、だからいない間に私はなぜか有名、あのいない子ねみたいな有名な何か、あ、みやこさん、あのいないみやこさんねみたいな感じなんで。大騒ぎになってる。誰だ誰だってみんななっててとか言って。無事次の日で、そう、午前中にゆっくりお風呂入ってたら、で上がって。戻ったら一番最初になってた。やばい、急なんだ。結果1時間後ぐらい。そういうシステムなんだ。そう、教えてくれない。歌う前にはちゃんと風呂に入れと。身を決めろという。ジャパニーズスタイル、ジャパニーズスタイル。ジャパニーズスタイル。自然感想ね。そう、自然感想。実家の名前書かれてないですか。そっかそっか、気がなきゃ。そっかそっか、急な仕上げしたんだ。代わりに私2回書かれたから。そっか、あ、それいいな。そこだね。よかったよかった。でも毎晩セッション、毎晩セッション、毎晩セッション、そう、素晴らしい。それはステージ以外で、ステージ以外で、ステージの時間が終わってから、あのキャンプファイヤーみたいな、焚き火を、ああいうとこにあるんですけど、焚き火をめちゃめちゃやってるんだよね。そう、そこの周りで43カ国来たんですよね。どんどこどんどこ、結局43カ国、トータルすると2000人以上の方がいらっしゃったようです。43カ国ってお客さんが、お客さんです、お客さんの、あの国籍も受付で聞いて、ただその受付の人もこうてんやわんやだったんで、こう数えてない人もいるから、それより絶対多いって言ってましたね。すごい祭りに出たもんだよね。出たもんだよ。びっくりしちゃった。初海外で。そう、見に来る人っていうのはもうそれを目当てにわざわざ来てる。そうそう、あの祭りしかない村なので。祭りしかない村。そうじゃないんだよね。そう、全くじゃないから。本当に、あ、住居スペースではそもそもないわけ、普段。ちょっと歩いたところにずっと現地の村がある。温泉の近くに村があって、そこに泊まってた。このキャンプ場があるから。私はテントでずっとテント生活して。あ、いわゆるほら日本で夏にやるフェスみたいな。あ、そうそう、そんな感じ。わざわざそこの場所まで行ってやるみたいな、そういうノリなんだ。そういう感じです。で、ヒッピーの人が多かったですかね。みんなヒッピーみたいだったね。みんなヒッピーだったかな。リアルなリアルヒッピーですね。リアルヒッピー、リアルヒッピーですね。なんかそういうファッションしてるわけじゃなくて、じゃなくて本当にリアルなヒッピー。だってヒッピー服とか1枚ぐらいしか着てなかった。着てないですね。1枚、1枚、なんかどっか1枚ぐらいしか着てない。どっか1枚ってここ1枚着たら終わりじゃないですか。ここしかないだろ。じゃあ上だけでしてない人になっちゃう。でもなんかあの雰囲気だとなんか許されそうだよね。全然ありですよ。女性は女性は…そういう両方かね。そう来たか。そう来たか。布巻いてますね。布巻いてる人もいるし。タイの服着てる人が…タイの線が分かんない。なんか…なんかワンピースみたいな。布を巻いてるというか。そう、タイパンツとか。タイパンツも着てるし。そう、みんな泥だらけだったよね。そうだっけ。洗濯物は川でやってました。川もちょっと茶色い感じ。いや、超綺麗。川は綺麗なんですよ。そうそう。でもそれやってる最中に後ろから、さっき上流でね、牛浴びてた、水って言われると。あ、そう、水牛がうろついてるんでしょ。水牛が、大丈夫、おとなしい。あ、おとなしい。水牛と犬と鶏がうろついてる。犬も野良犬。うん、野良犬。あと、
村犬と村の人のゴールデンに出てるのあ、どっちもいるのさ。縄張り争いがひどい。どこにでもいるよね、犬で。いるよ、みんな人懐っこくてさ、可愛らしかった。勝手に毛がない犬を想像してる。毛がプードル。いや、なんか毛がそれいいとこの犬じゃない。あ、短い。あ、でも結構短かった。毛が短い犬、ね、茶色っぽくて、うんうん、多分ベトナムとかにもいるんですか、ね、なんか細い犬、ちょっと細いのと、毛がプードルじゃない。そうそうそう、トイプードル。プードル切んなきゃいけない。あ、そっか。切ってなかった。なんかいろんな犬歩いてたよね。いろんな犬歩いてたね。いろんな犬歩いてた。猫。猫もいた？じゃあいないな。いない、猫いない。いなかったかもしれない。犬ばっかりだ。村とか行かないといなかったけど。うん。犬がめちゃめちゃ。犬道路とか普通に渡ってるよね。渡ってましたね。道路で寝てるから。大丈夫なんですよ。いや、大丈夫じゃないと思うんだけど。うん、じゃあ車来たらプープーって言って、うん、避けるのかな、車来たら。どっちが避けるんですかね。確かに、そんな神様みたいなやつだけに。そんな感じだったね、夜は平和だったね。月がそうちょうど満月じゃないですか。あ、そう、満月じゃん。ちょっとかっけ始めたすれ違いだから。まあ、でもすごく自由だった。まあ、朝お日様が昇ったら起きて、日が沈んだら踊って、好きな時に寝てみたいな生活だったね。そんな生活でした。そうな。で、何をして、フェスだから音楽聴かなきゃみたいなのもないから、私はもう本当に自由に食べ物とかも生きてたな。あの、なんかお祭りだから屋台みたいのが出てて、そこで買って食べるんだけど、ね、眠りたい時に眠るし、踊りたい時に踊るし、そうそうそう、本当に歌いたい時に歌うし、大人の幼稚園って言ってました。年に1回だけなんて。年に1回だけ。そうそうそう、来年どこでやるかちょっと分かんないけど、ね、ちょっとでかすくなりすぎた。結構何、毎年もう続いてるか。6回目今6年目って言ってました。昔、うん、そうそうそう、祭りの名前を、あ、シャンバラ祭り、あ、そうだ、シャンバラ祭り大事。シャンバラ祭りって、シャンバラ祭り、南雅人さんっていう、そう、フォークシンガーの方がやってるお祭り。もう70、今日誕生日だ、ナミさん。今日で71歳。さっき言わなくちゃ。本当だ、ナミさんおめでとうございます。今まだタイにいるみたいですけど。すごい。え、日本に帰ってくる人？帰ってきます。日本で全国回って、今も年間多分300本くらいライブしてる。すごい人ばっかりだったよね。やばい人ばっかりでした、ね、なんか海外でバスキングして歩いてる人とかが。あ、いたチス、うん、バスキングってなんだっけ。あの、路上ライブで、あのチップもらって、それで生きてる人とか、生きてるってとか。あ、もちろんライブハウスも回ってるって、うん、世界でツアーしてるよっていうミニツアー人ばっかりで、料理がめっちゃできる人とか、あとティピっていう、こうあるじゃん、なんかこういうなんかテントみたいなやつ、あれを建てる専門の人とか。専門の人いたの？そうなんですよ。祭りを建ててもらってる人とかって。へえ。なんかみんなそれぞれ、みんなアーティストだったよね。みんなそう、みんなアーティストでしたね。みんなアーティストだった。なんかみんなすごかったね。すごかったですね。クリエイティブだし、スピリチュアルだし、アーティストだったよね。そうそう、本当に全員そうだったから、なんか世界は広いなと思って。簡単な言葉が出ちゃったけど。え、そっから帰ってきの40キロ歩いたわけ。あ、そうだな。1週間ぐらい、あれ1週間ぐらいか。あ、でも歩くっていうの結構前だよね。そう、結構前。私は湘南までチャリに行った時に、いいな、いいなって騒いでるから、騒いでるから、いいな、じゃあやりなさいっていうやりなさいって言ったのと同時に、なんかしましょうよみたいな感じで、で、私はどうしても歩きたかったんです。その100キロぐらい歩きたかったんですね。なんですけど、100キロって大体東京から宇都宮ぐらい、宇都宮、なんか富士山ぐらいもう100キロらしいんですよ。で、その調べたら房総半島、千葉の房総半島も100キロって言ってたんで、どうせなら綺麗な海が見たいなと思って千葉にしたんですけど、まあ千葉の冬の海ってそんなに綺麗じゃないでしょ。綺麗だったよね。なんかでも多分空が曇ってたから、なんかどよんとしちゃってて、そういう日が多いし、ぼやってなってすごかったな。海自体は綺麗だったよね。夜中がいつか。え、基本なのに何時から何時まであるの？もうずっ
と遊んでる以外は歩いてましたね。遊んでる以外は歩いて、まあ、大体遊んでたんだけど。フードコートに行ったりとか。何時間ぐらいか。9時出発、ね、朝の9時出発で千葉に着いたのが2時。2時ですね、夜中の2時。夜中の2時。ってことは、8時間ぐらい。9-2だ。9-2はいくつだ。18時間ぐらい、まあ、でも6時間ぐらい遊んでたけどね。遊んでました、うん、もっと遊んでたかもしれない、ね、そうだね。なんか泊まると楽器を引き出す、楽器を引き出すと2時間ぐらい経ってて、そうそうそう、フードコートでツイキャスとかやっちゃったりして、フードコートでツイキャスやったんですけど、ね、ほんとちょっとの時間だ。ほんと、フードコートでツイキャスやってて、その前か、その前なんかもうこの行動がかっこいいっていう話ずっとしてずっとしてて、この行動進行がちょっと弾きたくなっちゃったから弾いてもいいっすか。夜中そう、なんかナビをすごい信じて歩いてたら道がなくなったんですよね。そう、全然なくなって、ひどい話だよね、あれね。ひどい話なくなったんですよ。 iPhone のナビをずっと信じて歩いてて、そしたらもう電気もない道に来て、懐中電灯持ってたんですけど、ね、こっちめっちゃ怖かった、もう死ぬと思ったもん。っこっち行ったらあの高速道路みたいな感じのところで、うん、でここはもうライトもない森の中の道が行って、2人で行動してたんです。そうそうそう、まあ、タイの話なんかごっちゃになっちゃった。あ、ごめんね、今ね、別々もう昨日話も終わって、昨日千葉まで歩いて、昨日じゃねえ、先週末、先週末千葉まで歩いて、そう、千葉まで歩いたんです。でそれの前振りがあって、じゃあちょっとちょっと話、どっから千葉まで、えらい長くなって、ね、前触れがあるわけだよね、チャリで。そう、あ、チャリで、私が突然思い立って、俺すぐだよね、3日前ぐらいに、うん、そうです、そうです、いるっつって、東京にいるみやこちゃんが、あ、そうです、あの、海っぺりに引っ越した、そう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 、辻村まりなちゃんのところまで、そうそうそう、自転車で行くという、そうそうそう、なんか海を目指そうって思って、思い立って、あ、でもちょうどたまたま空いたんですよね、私は。そこ全予定大体詰まってるんですけど、突然そこの予定がなくなって、よしってなって行こうって言ってすぐ連絡したら、朝いる、朝って言ったら、え、昼か、うん、昼か、昼、夕方までいるって言ったら、いるって言うから、そうそう、行くから待っててって言って、チャリで向かって、それ何時に出発した？それは朝7時とかかな、早かったです、7時、7時に出発した。なんかいつ頃だっけ？12月の27です。年のせいだ。そう、年のせいだ。そうそう。12月の27に、そうだ。で、なんでチャリだったの？朝7時か8時。なんでチャリ？キックボードとかにしたらよかった。キックボード、だって持ってないんだもんね。持ってたらあれだけどね。絶対嫌だけどね。自転車、まあ、なんだろう。自転車で旅っていうのはずっと興味があったんですよね。なんですけど、やったことがなくて、でなんか、ママチャリをたまたま買ったから、買ったし時間あるし行ってみようかなみたいな。でもパンクとかしなかったの？しなかったんです。あ、買ったばっかりだった。お尻は大丈夫です。めちゃめちゃ痛かったんです。もうお尻じゃないと思いました、もう痛すぎて。あ、でも痛かったな。で、行って何時間だか。え、でもそんな、行きが6時間だから、あ、休憩抜かして6時間なんで、着いたの私3時にバイト終わって4時ぐらいだよね。そう、4時ぐらいにあったんで、7時。わ、何時間だっけな。板泊に美和子さんがいる。地元のジャージで美和子さん。そう、ジャージ、スニーカー、すっぴんでチャリチャリこりで、やば、板泊にいると、すごい女子力だね。すごい女子。それで行ってで、でも帰りは自転車じゃない。帰りはもうさすがにこれ往復すぐは無理だっていうか、私あの後バイトだった。びっくりしたのがそうで、え、この後どうするんですかって言ったら、この後ね、仕事なんだよね。いや誰が、美和子さんが。おかしいでしょ。海を目指して行って、海に着きましたで、5分ぐらい滞在してすぐバイトに。すぐ帰りはもうじゃあ自転車置いて、帰りは置いて、でまあ家にいた帰って、電車で帰ってきたか、電車で帰ってきて、で次の日にもうずっと、もう体重いからずっと家でマジかってずっとマジかずっとマジか、マジか行く
か、どうしようかなとか思いながら、でもなあ、あいつ置いてきたしなと思いながら、あいつ置いてきた。チャリ名前ついてた。迎えに行く。チャリなんだっけ、名前あるんだよね。あ、ありました、何でしたっけ。あるよね。あ、ありました。あるよね、ちょっと待って。なんか言ってましたよね。チャリ、名前あった。チャーリー。チャーリーとか、そんなおしゃれてないんだよね。で、日本人、日本人。チャリ像とかだった気がする。チャリ像とかだった気がします。チャリ像だな。チャリ像置いてきたしなと思って、まあ電車で行って、まあ海に戻って、そこでは今度1時間ぐらいぼーっとして、よし行くぞって言ったんですけど、逆算したらこう、あれもう2時くらいかなみたいな、夜中の2時ぐらいに着くのかなこれってなったんですけど、めっちゃ怖くて。え、それはもう年明けてから。いや、次の日で。次の日いや、でもまさかその、ね、ずっと置いてたらいなくなっちゃうと思って。だから、ちょっと行くしかないなと思って、だからずっと家でマジかって言ってて。そう、次の日ってマジ、夜だったんですよ、それまた。帰りが。で、夜が辛くて、もう、街灯も何もない、ただの山なんですよね、もう。これ私が足を止めた瞬間に真っ暗だみたいな、もう電気つけてたんで。もう私の電気、私これ一旦休憩したらこれもうダメだと思って、ずっと立ちこぎで、あれ何キロぐらいあったかな、もうずっとなんですよ、長いみたいな、まっすぐだし、坂道、いや坂じゃない、普通の一本、平らなんですけど、平らなのがまたこう何もないし、暗いから周りも見えないし、ただ辛いだけみたいな、しかも車も何も通らないから逆に怖いっていう超怖くて、もうそこもだからもう全力疾走、あの電気つけるとペダル重くなるじゃないですか、うん、重くなるのに立ちこぎでずっと立ちこぎで何キロも走って、アスリート、うん、アスリート、もう明日には競輪の選手だなって思ったもん本当ですね、思った絶対次連れて行こうと思ったけど来ないもんね、うん、なんかその話聞いてうやむやにしようと思ってうやむやにしてますよ、してるのかな結局さ、自転車と歩きどっちが楽だった、自転車、絶対チャリそれが自転車なんですよ、絶対チャリだと思う、だって登るとき辛かったら歩けばいい、そうで下りだったら乗っちゃえばずっと、そういうあの、ね、わーって漕いだらある程度漕がなくても進むじゃないですか、そういうのがあるから、歩いたはさ、やっぱり歩いた分しか進めないですからね一歩が一歩なんですよ、一歩が一歩なんですよ、走る国、そう、でも一歩が一歩辛かったね、辛かった、なんかそれで曲できないできると思います待ってそれってどれ、道なき道を行くっていう、体で分かりました、ね、なんかその辺そうだね、道なき道行ってないね、でもね、道なき道は道なき道は、あの道じゃなかったね、単純に。そう、高速道路、道がなくなった時に、こう、なん、今思えば1個しかなかったんですけど、道。なんかこう、3つぐらい分かれてる気がして、なんか1人、めちゃめちゃ競歩のおっさんが競歩のおっさん真っ暗の中に、バンいたんですよ。絶対そっちじゃない。そっち行ったらやばいよ、つって。で、絶対こっちじゃないって、なんで、で、街灯もない、そう。街灯ゼロの、街灯ゼロ何もないもん、うちはなんとか自動車道、うちは高速だね、入り口高速道路の入り口で歩いてって、これ車のやつじゃねって言いながら歩いて行ってちょうど私らが出たタイミングでなかなか途切れないのに、そう途切れたんだよね、そう車がで、これ行くしかない、あガードレールの向こう絶対道だよっつって、こう越えわっつって走ってって足をガードレールを乗り越えようとして足を上げて、えっって草ぼぼやん、草むらなんですよ、これ絶対道じゃない、これ絶対道じゃない、絶対道じゃないよって、これは違ってって2人でもね、絶句したよね、そう船橋まで行って電車乗って、船橋も1回出たんです、すぐ電車乗りたがってたよね私はすぐ帰りたがるし、すぐ電車乗りたがるだってカレ一番最初にカレー屋さんに着いた時点でこれゴールっぽくないですかそう、配信あれ2時間ぐらいだよね、2時間ぐらいで最初の2時間でもカレー屋さんすぐ諦めようとするあれゴールっぽいですね、まあゴールでもいい気がしてきましたみたいな感じでリコーダー吹いてちょっと歩いたぐらいじゃねえかってそんな感じ、ね、こんな感じだったね、辛かったね、辛かったですね、でもなんかもう一回やってもいいかなと思ってるのが怖いよね、今度じゃ富士山、富士山行きたいな、ちょっとでも富士山行ったらさ、あれ富士山登んなきゃいけない、
そう、その後に登らなきゃいけない。あ、そうそう、だって富士山目の前にちょっと帰れないじゃん。確かに。いいじゃん、それはそれでさ。別日、うん、別日で。今度は5合目まで行ってから登るみたいな。なんか一旦どっかに泊まって、泊まった方がいいですね。そうそう、なんか寝たらどこまでも行けるっていう話をしてて、だから1週間ぐらいのスパンで行ったら、じゃあ大阪まで歩いていけるじゃん。大阪ですか。例えばほら1週間後に大阪でライブがあります。あ、それだったらやりたいです。でちゃんとギターショーって、ね、でもなんか自転車で一旦行こうかなとは思ってるんですけどね。歩きはちょっとその後で考えようかなって感じ。あ、自転車楽だからね。そうそう違うでしょ。マウンテンバイクとかあれば、マウンテンバイクとかあればいいかもしれないね。ママチャリしか持ってないからな。私マウンテンバイクだ。いいじゃん、安いママチャリさ買って、でそのまま大阪行って大阪で捨ててくる。なんちゅう。もったいないね。なんちゅう。いやでも同じような話。坂道はちょっときつい。あ、確かに坂がつらかったな。帰ってこれないと思うよ。あ、チャリで行ったらそうだ。それは話すだから、だから歩いて行った方がいいんじゃない。確かに、帰り帰りはもう電車で帰ってくれるかな。歩いて行こうかな、じゃあ。私も知り合いで日本一周した人いました。いるよ、歩いてチャリで、チャリでめっちゃ真っ黒になって帰ってくる。野宿で。日焼け、野宿だと思った。へぇ、野宿か、野宿かな。やりたいな、それ。一周か、一周か。真っ黒になっちゃう。真っ黒やだな。夏は北海道チャリだ。あ、本当ですか。あ、やっぱり北海道いいな。北海道いいけど、でもほらやっぱライブとセットにしたいじゃん。うん、そうなんですよ。そうだから、確かにそれは絶対そう。沖縄とか行きたいんですけどね。沖縄最近ライブ、そう、沖縄でライブしたい、沖縄でライブしたい。言って誰かいるからと思って。いや言っとけば沖縄でライブしたい。沖縄はちょっと年内に進出したいですよ、ね。石垣島に行ってみたい。石垣島住みたくない？住みたいですよ。住みたいよね。ちょっと視野にある。視野にあるな。沖縄、北海道はちょっと行きたいですね。うん、沖縄と北海道でライブがしたい。沖縄は、うん、沖縄ちょっと3ヶ月ぐらい行きたいな。歩きは無理ですね。海あるからね。その流れで告知を行って終わる感じにしましょうか。そうです。しゃべり永遠と続いてネタしかないからね。続きはツイキャスで2人ツイキャスでこの後、うん、この後あれ、みやこちゃん、はい、あ、そうだね、この後ツイキャスでダラダラやってる。あ、そうね、この後にやるんだ。帰ってから、じゃあ笛セッションしようか。セッションしようか。じゃあ、はいはい、告知を、はい、じゃん。カロリーメイトでチェックメイト、ですね、人生で初めて企画をやらせていただくことになりました。それがですね、今週なのだから来週の土曜日お昼1時からありますので、ぜひぜひ皆さんいらっしゃってください。お昼なんだ。そうなんです。最初だからお昼にしようかなと思って。どういうタイトルのこれがまた、これがね、変わったタイトル。そうなんですよ、けどね、これはカロリーメイトの、キャッチコピー、心の栄養補助食品的なのがあると思うんですけど、大丈夫じゃないんです。でもそのうちタイプ、パクリじゃん、もしかして。パクリ。カロリーメイトって登録商標だよね。そう、なんかギリギリアウトのやつをアウトなんじゃん。ギリギリアウトのやつをギリギリアウトの方が面白く、あ、これ共同企画なんですけど、カロリーメイトと、あ、違いますよ。もう一人、ハルトニーっていうシンガーソングライターの男の子がいるんですけど、その子がこれダメじゃないって言ったんですけど、いや絶対これがいいって言っても聞かなかったんで、もうアウトでもいいんだなって言ったらいいっていう、ね、これをタイトルにしまして、カロリーメイトを扮する僕たち。そうです。カロリーメイトの被り物、カロリーそういうの、物理的な話じゃなくて、そういうの好きだよ。いや、好きだよ。好きだよ。高カロリーなライブを短時間でお届けして、お客さんをチェックメイトしようじゃないかっていう企画で、なんとここにいる辻村まりなちゃんも出演してくださいます。イエイ、頑張ります。期待帰りの2人が爆発します。熱い夜、昼にしたいと思います。
2人、あと計4組とオープニングアクトで5組入れるんですけど、あと4組中の2組が男の子なので負けないよね。負けないっすよ。もう潰すよ。潰しにかかる。そういう感じのライブなの。そうそう。そういう感じのライブなの。真ん中にリングがあって。お待ちしております。でこれがフライヤーでね、デザイナーの方に初めて作っていただきました。なんとこれね、最近聞いたんだけど、このチェス、チェスでこうカロリーメイトのキャラクターが、あ、チェスの駒なの。そうなんです。でチェックメイトの番なんですって。わかりますか、このこれになるとチェックメイトなんですって。あ、じゃあデザイナーの人はチェスのルールもちゃんと分かっててそれ作った。いや、調べてくれたんですよ、それが。すごいな。そう、そうなんですか、こっちか。それすごいですね、うん、これかっこいいので、ぜひぜひ当日物も持っていくのでもらってください。で、もう一つね、楽しげなライブをさせていただきまして、ちょっと4月もあるんですけど、とりあえず3月ということで、3月の19日原宿ストロボカフェでプラネタリウムライブっていうのに誘っていただきました。こちらがなんかこう、原宿のストロボカフェって壁が真っ白なライブハウスなんですけど、そこにこうプラネタリウムを投影しながら、なんかみんなで癒しの時間を共有しましょう的な、そんな感じみたいです。このライブはすごいですね。鬼のように優しいライブ。そこにプラネタリウムのマシンを持ち込んで、あ、そうそう、やりながら、そのライブはもうそう、なんかバンドの方、タクアンズとかいうバンドの方も出てくださるみたいなんですけど、こういったライブもあるので、ぜひぜひ平日なんですけどね、絶対なかなかない珍しいライブかなと思うので、ぜひぜひ遊びに来てください。あとはまあめっちゃあるんです、ライブ。珍しくあんま詰めないんですけど、こんな感じであるので、ウーハ、高円寺のウーハとか、あの抜かしちゃったんですけど、それさ、言っとこうよ、4月12日も言っとこうよ、面白い企画じゃん。あ、そう、じゃあ言っとこう。4月12日もね、青森出身アーティスト企画っていうのがございまして、でこれ全部青森出身なので、 MC 全部方言でいこうかなっていう感じのなかなか面白い企画ですね。青森出身の方はですね、はよし行くぞ、ちょっとお呼びできなかったんですよね。いつかコラボレーションしたいなと思ってるんですけど、そのそうですね、そこが計5組かな、なんか南部対津軽でバーサスでやりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そんな感じか。南部 vs 津軽、うん、私は南部です。南部にカテゴリーされる、一応ね、下北ですけどね。青森出身の方はワンドリンクサービスに、ワンドリンクサービスになりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。イエイ。続きまして、ありがとうございます。はい、こんな感じになってます。3月13日、ここヨギチャイナスクエア、夜ですね、今度は、夜の、ライブになります。アイラさんのバースデーのライブになります。久江、はい、さんとアイラさんと如月愛理さんと私です。 すごいよね、ちゃんぽんだよね、あのクッキングもね。そうです、楽しみにしてますで、その次の日、今宮子さんが言ってた四谷天窓のお昼の企画ですね、これはちょっと濃いライブになるので、ぜひ来てほしいなと思います。あと、13日の今言ったやつなんですけど、もしかしたらバンジョーのマッキーさんと一緒にやるかもしれないです。かもですけど、かもですけどねで、17日が学芸大アピアなんですけど、ここは、ホームというか、すごく、一番多分多くやってるライブハウスなんですけど、シャンバラ祭りの南さんとかもよく出てるライブハウスで、今回ここでやる月刊誌に、アタフタっていうのがあるんですけど、そこでシャンバラ祭りの原稿をちょろっと書きましたので、多分そうなんです、3月か4月ぐらいに出るんじゃないかなと思います。結構濃くて面白いライブをする人が多いので、よかったら遊びに来てほしいです。
で、そこからレコーディングをやりまして、レコーディング2枚アルバムを作るんですけど、これは、1枚は完全に1人でやるやつと、もう1枚がバンジョーと一緒にやるアルバム、弾き語り、完全弾き語りだけと、バンジョーとギターと一緒にやってもらえるアルバムを作ってます。で、4月の多分真ん中過ぎぐらいからアルバムを携えてライブができるんじゃないかなと思うんですけど、あ、そうだ、忘れてた、一番でもないけど、4月の26日福岡に行ってライブをすることになりました。昨日決まったんですけど、小倉という北九州市のところで、なんだっけな、ラブトラっていうバンドがいるんですけど、結構東京でやっててかっこいい。あ、知ってる。あ、知ってます、はい、そう、ラブトラと一緒にやります。スリーピーススリーピースのバンドなんですけど、すごいいい感じで、バンドの人たちが多い、バンドが他に何組か出るんですけど、そんな中で食われぬように食っていきたいと思います福岡でやります。で、あとはアピアットって感じで、こんな感じになってます。予約はいつも待ってますんで、ツイッターとかもやってます。ツイッターは辻村まりなで調べてもらえるとあるので、あとはなんだっけ、ホームページといろいろありますんで、ぜひお待ちしております。まずは次のチャイナスクエアでぜひお会いしましょう。イエイイエイじゃあマリナット、はい、おすすめのやつだけまとめました。明日ライブです。バンドです。なんで今日は帰ってみます。で、そりゃそう、私も出ようかな。8日にワンマンライブがあります。もう今週の日曜日です。バンドで、最近バンドのライブが多くて、バンド編成でこんな感じです。バンドって書いてるやつがバンドです。あと3月22日のチャイナスクエアさんは、ちょっと1枚だけチケットがあるかもしれない感じです。4月4日はツーマンライブ、こちらはまだたくさんあります。うん、こんな感じです。ぜひお願いします。クラブチッタの、うん、すげえクラブチッタ、クラブチッタ、そんな感じで、ちょっと今日は大幅に時間をしてしまったので、はい、したらプレゼント決めました。プレゼントはこの来てくれてる方でもいいんですか。今日ここの会場に来てくれてる方でもいいですか。書き込みしてれば、書き込みして、あ、してる人じゃないといけないんですね。書き込みはしてないんですか。してない。あ、じゃあ、じゃあ曲、短歌を読んでくれた、あ、読んでた、大塚正彦さんに、じゃあ、ちょっと、プレゼントを伝えたいと思います。はい、あと、埼玉のひな祭りの風習を教えてくれたに、こちらプレゼントをしたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてこちら告知読むのかな。はい、告知もそのままいっちゃって。はい、クラブパルヘジアの前 MC 南ゆりさんがショールームダム日本最大級デビュープロジェクト世界への道というオーディションの B ブロック予選に挑戦です。中です。3月2日から15日までショールームから配信で獲得ポイントで予選通過が決まりますので、ぜひご覧ください。ん？ぜひ応援してください。はい、ちょっとわからない、ちょっとよくわからないです。はい、そして2つ目、チャイナスクエア第1回弾き語りコンテストがあるそうです。え、そんなのあるんですか。出場者絶賛募集中です。グランプリなんと5万円。めっちゃいいよね、それね。詳細はチャイナスクエアホームページまで。すご
気になりますね。3月15日応募締め切り、5月4日が本選です。はい、気になります。で、そしてプレゼントの方は決まった。大丈夫ですよね。はい、今、ちゃんと反応してくる、ありがとう。はい、ではクラブパルヘジアはですね、毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口の徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。そしてパソコンでご覧の方はこちらのいいねボタンやツイッターを押してください。そしてチャンネル登録もお願いします。では最後に一言、何かありますか、言い残すことなど。皆さん今日見てくれた方にメッセージをお願いします。ダラダラ喋ってる二人ですみませんでした。ね、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。謝罪みたいなで。心から心から心からありがたいです本当に。謝んなくて。タイで熱くなって。ちょっと熱く胸が熱くなってしまったので、ね、この熱を伝えていきたい。冷めないまま。ガンガン。まあそのままライブに。ガン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 。ライブにぜひ来てください。行きたいと思います。ぜひいらしてください。来てね。そして来週も絶対に来てくれよな。どうした？そういうノリでいい。キャラが。やりたかった。やりたかった。飛ばしきれなかった。テレビ番組の。アニメだね。私が3ヶ月 MC を。あ、そうだ。最後。で、そうです。今日最後でした。そうなんです。そうなんです。3回しかまあなかったんですけど。ちょっといろいろありましたが、応援してくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。来週の MC は第2火曜日担当のしんやさんです。ゲストは如月愛理さん、ピアノサポートの島雄介さんです。では右手が棒で左手で輪っか P を作ってください。で、今週もありがとうございました。来週もと言ったら、その後にカメラに向かってクラブパルヘジャーって言いながら手をね前に出してください。大丈夫でしょうか、はい、こっちでいいですか。こっちですか。こっちか。あ、こっちもあったんだ。よし、では行きます。今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジャー。わー、笑いたいとき笑う、笑いたいように笑う、そんな単純なことなのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう。オリジナルの笑顔をハンドメイドしてくれ。クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔を見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。